はいどうも、榎本です。よろしくお願いします。で、今日なんですけど、また質問いただきましたんで質問にお答えしたいと思います。結構すごいプライベートの話来ましたね。もうすみませんね、カラオケなんでちょっとサビ入っちゃうとうるさいかもしれないですけど、それ僕が場所選んでるか悪いのかごめんなさい。はい、で、今日、30歳の結婚観について教えてくれと。30歳か30代か。はい、で、30代の結婚観って僕の結婚観でいいのかな。まあなんかそのよく恋愛話をする友達いるんですけど、そっからの質問でどうすかね、これ見てる30代の人結婚観どうすか。うん、まあそれはちょっと多分なんか聞こえてきた風に喋ります。最初になんですけど、結婚観の定義からいこうかな。結婚観って、まあ、結婚に対してどう考えてるかっていう考え方ですよね。はい、じゃあ、30代、まあ、30代代表して言えないんで僕の考えから言わせてください。結婚どっちでもいいかなと思ってるんですよ、正直言うと。結婚したいなと思ったことは20代前半ぐらいかな。それぐらいの時はなんとなくなんか結婚して家庭持ってっていうのをなんか言ってましたし、娘の名前まで考えてたかな。ななみちゃんとのぞみちゃんっていうんですけど、どっちかなみたいな感じで、それは考えてました。ただ、なんすかね、なんだろう、今になって考えると別にどっちでもいいかなと思ってて、なんで結婚しなきゃいけないのっていう、そのビッグオーズが僕にないんですよね、実は。で、子供欲しいと思わなくて、で、その理由何かって考えたんですよ。2つあると思ってて、まず1つが僕は結構子供だからっていう。恥ずかしいんですけど、まあ別になんか子供とよく喧嘩するんですよね。喧嘩したり本気で言い争ったりとか、本気で戦ったりとか、まあなんかやるんですよ。僕子供でも結構手加減なしで行くんですけど、何かっていうと子供のこと本気でライバルだと思ってるんですよ。クリエイティビティって観点でね。要もそんなこと発見できるなっていう、課題発見能力がすごい高いのと、あとは感受性が高いので、クリエイティビティ高いなと思って、やっぱ大人の能力、大人のスキルに子供のクリエイティビティが最強だなと思ってて、子供のことライバルだと思ってるんですね。で、これが一つ。で、もう一つが、なんで結婚したくないか。そういうくだりだったよな。あ、そうですね。別にそう、ビッグオーズがないからって話だっけ。ごめんなさい、二つ目何か忘れてた。あ、そうそうそう、だから結婚しなくてもいいと思ってる理由か。まあ、なんだろう、別にしなくていいんじゃないですか、本当に。って思ってるんですよ。ああ、そうだ、だから、まあ、これ一般論で消化できるな。ごめんなさい、ちょっと今日グダグダになりそう。頑張る。一般論なんですけど、やっぱりその男性の場合は経済的な話結構出てきますよね。だから結構今経済データよく見てるんですけど、30代の男性の貯金の平均値が、年収の平均値が400万ぐらいで、で、30代もうちょっと、まあ、全体が400万か。で、30代もうちょっと低いか、それよりちょっとかで、って感じだったかな。で、貯金の平均値が、まあなんか100万ちょっとだっけ ?30 代で。っていう話でしたね。で、ただ、あれですね、これ、平均値と中央値って話があって、平均値って結局全体の平均じゃないですか。中央値って大体真ん中これぐらいだなって話で、これ数字じゃなくて人数でやるんですよ。例えば超簡単な話で、1000万円貯金持ってる人1人と、0円貯金の人3人いたら、これはあれですよね。平均すると平均貯金額250万になりますよね。ただ、1000万1人と0円3人だとしたら、中央値って考え方になると250万って考えるんじゃなくて100万とか、もしくはもうちょっと下か、これ真ん中、人数の中央で取るんで、ごめんなさい、正確な計算式忘れちゃったんですけど、そういう考え方なんですよ。で、中央値めっちゃ低いらしいんですよね。ってなってくると、やっぱそのあれだ、男性の場合やっぱそういうなんか経済的メリットもないしみたいな話になってくるんじゃないかなと思ってて、で、僕も別にそれは遠からず近からずって感じですね。でもな、たまに結婚したいっていうか支えてくれる人は欲しいなと思うと正直あります。やっぱね、心が折れそうな時になんかこういう風な人がいてくれたらなっていう、まあ、理想の結婚像とかはあって、で、理想の結婚像で近いところが、アヒルの空っていうアニメのまどかさんと、なんだろう、誰だろうな、スラムダンクの赤木春子さんも悪くないかなっていう。まあ、僕はなんかそのお姉さん系好きなんですよね。なんでこの話でいいか。まあそういうところあるんで、30代の結婚観について言うと、多分なんか自分はしなきゃいけないんだなっていうところからシフトしてきていて、してもしなくてもどっちでもいいっていうところにシフトしている上で、やっぱりそのあれですね、
お金の問題とかは出てくるんで、やっぱグッと女性から押してって、なんかこの人必要だなって思わせること大事なんじゃないかなって、女性に関しては思いますね。女性から男性に、でそれってなんかめんどくさいなと思う女性多いんで、結局それで結婚してる人少なくなってるんじゃないかなと個人的には思います。だから経済の問題と、必要性の問題っていうのはすごい大きいのかなっていうふうに感じております。はい、というわけで、まあ、すいません、僕結婚はいいんですけど、結婚どっちもいいや、どっちもいいんですけど、恋愛はしたいんで、はい、相手募集中でございます。はい、今日もありがとうございました。次回ちょっとまた別のテーマでお届けします。はい、では失礼します。